守護の省略。なおちゃん、篠原です。今回は古文における守護の省略を見抜くコツということで、古文のね、よくある主語というものを省略していく、カットしていくということについて、どういう風にね、読み取っていけばいいかについて紹介したいと思います。まあね、主語の省略本当にうざいし、まあこれ、こう主語変わってんのかよみたいな、そういうこともあるんですけど、まあ基本的に高校生が読んで読めないような文章は、まあ源氏物語を除いて出ないです。で、源氏物語はもうあれはもうみんな内容知ってるよねっていう体で出るんで、ちょっとね、あれは主語省略バンバンしてくる割に結構出るんですけど、それ以外のものは基本的に何らかのヒントがあります。じゃないと入試問題として成立しないからねっていうことで、どういうところがヒントになるのかっていうことで、まず圧倒的なヒントが敬語ね。で、まあ普通文章を読んでいて、その主語が変わるときっていうのは、まあ行動主体が変わるんですね。行動主体が変わるってことは、誰に対して敬意を払わないといけないのかっていうのは変わってくるというところで、まあ例えば昔で言ったら、左大臣ですね。左大臣という人は天皇陛下に対しては敬意を払うけれども、例えば大納言とかに対して敬意払わないとかで、大納言の立場になったら両方に敬語を使っているとかみたいな感じで、その敬意を払っている対象が誰なのか、そして立場としてどういう人にこの一派は敬意を払わないといけないのかというような敬語の使い方というのが一つのヒントになってきます。だから主語が書かれてないと、で他のところもよくわからないと思ったら、まあまあ敬語を見てみるというところですね。で、その後がまあ古文常識というやつですね。これに関してはまあ言ったらですね、例えばそこら辺の1歳2歳の男の子女の子が恋の歌を読むわけがないとかね、あるいはその手紙を運ぶっていう役割が大体そのまあ付き人みたいな人がするわけですよ。左大臣自ら手紙を運ぶって多分ないかなとか、なんかそういうような古文常識で臨むというのも一つの方法です。で、この方法はこの鑑定のところにも絡むんですけど、まあなんだかんだ言ってこれを使うことが多いかなと。というのも、いちいち敬語の方向性とかでまあ見ないですよねというところなんですよ。いちいち敬語の方向性で見るんじゃなくて、まあやっぱりなんとなくで読んでいって悩んだらこれとかこれとかっていうところなので、まあ基本的には感覚でやらないといけないっていうところで考えたときに、まあね、このペースでこの古文常識のまあ常識的に考えてこうだろうとか雰囲気的にこうじゃねみたいな、そういうところでやっていくっていうのが一つの方法かなと思います。で、記述のところではある意味肝心なこの諦めるという方法で、もうこれ無理ですと、主語分かりませんと、でもこっからここまでは分からないです、でもこことここ分かったんですみたいな、その分からない範囲ですよね、分からない範囲がどこなのかっていうのをしっかりとしておくというのが一つの方法です。というのは部分点を取りに行くっていうのは記述の基本なので、まあこのこっからここ分かりませんでしたごめんと、でもこことここ分かってるから点ちょうだいみたいな、そういう雰囲気、あるいは文章全体の中でもこっからここ読めなかったなぁと、でもそれ以外のところ読み取れたから多分こここうじゃないかっていう、前と後ろから逆算するっていう方法ができますので、まあ分からないところは諦めてしまうというのも一つの方法ですね。全部を完璧に読める必要はないと。で、まあこれは最後は勘ということでこの二つ目でも言ったんですけど、まあやっぱね、無理なもんは無理なんですよね。その雰囲気でやっていくしかないってなった時に、時間も限られてるし、まあ漢文も、現代文もやらないといけないという試験時間の中で、いちいちね、その文法的にどうとか解釈してる暇ないんですよ。っていうことで言うと、まあしかもね、一応古文も文章なので、日本語の我々の話してる言葉ですら、文法法則に当てはまってないことだいぶ言ってるじゃないですか。っていうことで言うと、やっぱ古文もそんな文法的に全部きちっと当てはまりますなんてことはないんですよ。主語だけじゃなくて動詞の省略もあったりとかね、みたいなところで言うと、まあ知らない、俺たちの知らない古文常識もありますから。っていうのも言うと、この感覚である程度、まあ多分こうだろうと、まあ多分こうじゃねって言って雰囲気でやっていく。で、丁寧に読まないといけないところはその筑語訳的にやっていくんだけど、それ以外も雰囲気なんとなくでやっていくっていうところで言うと、主語の変わったなっていうポイントはもう感覚で見つけるっていうのが一つの方法なんですよね。なので、この感覚っていうのを養うために、やっぱり音読というのはしといた方がいいかなと思います。英語の音読は30回っていうことが多いですが、まあ、15回とかね、それぐらいでもいいので音読した方がいいかなと思います。あとはですね、そのいわゆる、ウォーとか、ニーとか、トーとかあったら、なんかこう、主語が血が変わってるんじゃないかとかね、なんかそういうのもあるんですけど、
まあね、なんかこれ言う人に結構あるんですよね。高校の頃はその棒とか2とか等があったら主語変わってるの疑いみたいな話聞いたんですけど、予備校ではまあなんかそのいやそれは結構例外も多いからどうのこうのみたいな、なんかもういや所詮言語なんでね、その例外の塊なんですよ。でこの例外の塊である古文の中でまあいかにその打率の高い読みをするかっていうところで言うと、まあ正直ある程度の切り捨ては必要なのかなと思います。ですので古文の省略を見抜くコツとしてはやはりもう敬語、これが一番打率としては高いかなと思うんです。これでも突然の登場人物には対応できないので、まあやっぱりこの辺とかこの辺がまあ早くて楽かなと思います。ちなみにこの方法は古文があんまり好きじゃない人向けです。古文が好きで好きでしょうがないと、もう将来古文の研究をして一生食っていきたいって人はもうこういうんじゃなくてもう丁寧にやっていきゃいいんですけど、まあ俺たちは受かればいいからねっていうところでまあやるのだったらこれかなと思います。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。